かつて冒険客船で地中海を旅することを生涯に夢としていた男性がいましたローマアテネイ,ス,イスタンプールの通りを歩くのが夢でした可能な限り節約してついに船に乗れるだけの資金が貯まりましたお金に余裕がなかったので余分に用意したスーツケースに豆の缶詰やクラッカーの箱 粉末レモネードの袋をいっぱいに詰めて持っていき毎日それを食べました船で用意されていたたくさんの活動にできることなら喜んで参加したいところでしたチームで運動したりミニチュアゴルフをしたりプールで泳いだり映画やショー文化交流イベントに行く人々を羨ましく思いました毎回祝宴のようだった食料料理を一口でも いいから食べてみたいと思いましたでも男性はできる限りお金を使いたくなかったので活動にも食事にも一切参加しませんでしたずっと訪れたかった街を見ることはできましたが旅の大半を自分の寝室で過ごし食事も持参した質素な食べ物だけで済ませました 船旅の最終日のことです、乗務員からどのお別れパーティーに出席,出席したいか尋ねられたときに、男性は初めてお別れパーティーだけでなく、船内でのほとんどのすべてのものが、つまり食事も娯楽活動も、チケットの料金に含まれていたことを知りました。 男性は自分の特権をほとんど生かさずに過ごしていたことを知りましたしかしも遅すぎましたこの例はこう問いかけています神の神経を持つ私たちには神聖な力、賜物、祝福という機会と特権が与えられていますが私たちは神経者として自分の特権を生かさずに 生活してはいないでしょうか。私たちは皆、神権が単なる名称や肩書きを遥かに超えたものであることを知っています。ジョセスミスはこう教えています。神権は永遠の原則であり、日の始めもなく、年の終わりもなく、神と共に神と共に永遠から永遠にわたって存在するものです。神権は神の知識の鍵を持ちます。 実際神権によって神聖の力が現れるのです真剣がもたらす祝福は私たちの理解を超えたものです忠実なメルキレキ神権者は神の選民となることができます御霊により救められてその体が更新され最終的に恩父が持っておられるすべてを受けるためのものだと 預言者ジョセス・スミスは教えています簡単に理解できないかもしれませんが私はこれが真実であることを明かしいたします <noise> 御父がこの力と責任を人に託しておられることは御父が私たちを深く愛しておられる証拠であり私たちが神の息子として秘めている後の世での可能性をあらかじめ示すものでもあります。 にもかかわらず、私たちはこの「可能性」をほとんど発揮せずに生活しているように思えることがあまりにも頻繁にあります。神経について尋ねられれば私たちの多くは正しい定義を暗唱することができますが日々の生活の中に私たちの理解が暗唱した言葉以上に深いものであることを示す証拠がほとんど見られないかもしれません。兄弟の皆さん私たちは選択を迫られています。 親権者として経験できるはずの一部を満足し特権をほとんど生かさずに妥協するかまたは霊的な経験をする機会という豊かなごちそうと大きな親権の祝福に預かることもできるのです秘めている可能性を発揮するために何をすることができるでしょうか 成文や総大会で語られる言葉はただ読んだり聞いたりするためのものではなく自分たちに当てはめるためのものです非常によくあることですが私たちは集会に出席し話にうなずいたり承知しているというふうに微笑んで同意することもあるでしょうなすべきことを書き留めて実行しようと思うかもしれません そそしして、れを実行しようと、話を聞いてスマートフォンにメモしてから実際に行うまでのどこかで実行のスイッチが「後で」に切り替わってしまうのです兄弟の皆さん実行のスイッチを必ず「今」の位置に合わせましょう。 聖分を読み全ての心と思いを込めて預言者の言葉に耳を傾けるなら主が真剣の特権を生かして生活する方法を教えてくださるでしょう御霊の導きを実行するための行いを何もせずに一日を終えることのないようにしてください第一に取扱説明書を読む。 もし皆さんが世界最先端の高価なコンピューターを持っていたとしたらただ机に飾るだけにしとくでしょうか見た目も素晴らしいかもしれませんがきっとたくさんの可能性を秘めていることでしょうただし取り扱い説明書を研究しソフトウェアの使い方を学び電源を入れて初めてその秘めた力を十分に利用することができます 神の聖なる神権にも取扱い説明書があります成文と手引きをこれまで以上に目的を持ち焦点を絞って読むと決意しましょうまず教義と制約の2084107121章を読み返すことから始めましょう。 真剣の目的とその秘めた可能性と実際の用途について研究すればするほどその力に驚くことでしょうそしてその力を受けその力を用いて家族地域社会教会を祝福する方法を御霊が教えてくれるでしょう私たちは一つの民として当然ながらこの世の学問や職業において 進歩・成長することを重視しています学問や職業上の技能に秀でたものとなることを望んでいますしそうならなければなりません皆さんが教育を受け自分の分野の専門家になるために熱心に努力していることを称えますそして同時に福音の教義特に真剣の教義の専門家にもなるように進めます 私たちは世界の歴史におけるどの時代よりも成文と現代の使徒や右言者の言葉を容易に手にできる時代に生きていますが私たちには実際にその教しに手を伸ばし掴む特権義務責任があります。真真剣剣ののの原則ととは壮大でで崇高なものです真剣の教義と その秘めた力について研究すればするほどまた神剣を実際の用途に応用すればするほど心が広がり理解力が増すでしょうそして主が私たちのために何を備え,備えてくださっているかを知ることができるでしょう第二に御霊の啓示を求める。 イエス・キリストと回復された福音についての確かな証しを得るには知識以上のものが必要です。福音の原則を正直かつ熱心に応用することによって裏付けられた個人の啓示を受ける必要があるのです。ジョセフ・スミスミは真剣は啓示をを受けるる経経路路であると説明してていますこの経路を通じて 全能者はこの世ののの世創造初めめにご自分の栄光を表し始められましたまたこれを通じて神は現在に至るまで人のコなナにご自身を表してこられましたもしこの啓示の経路を求めて使うという経験がないなら私たちは神玄の特権を生かさずに生活しています例えば信じていても気づいていない人がいます 長い期間にわたって静かな細い,の細い声によりさまざまな答えを受けているのにその霊感が非常に小さく取るに足りないもの,のように思われるためありのままに認めることができないのですその結果疑いの心が邪魔をして真剣者に秘められた可能性を発揮できずにいるのです刑事と証しは必ずしも圧倒的な力を持って与えられるわけではなく 多くの場合証はゆっくりと一度に一かけらずつ与えられます非常に少ない少しずつ与えられるために福音が真実だと実際に知った瞬間をはっきりと思い出すのが難しい時もあります主は私たちにここにも少しそこにも少しと教えに教え訓戒に訓戒を与えてくださるのですある意味で私たちの証しは転がるごとに多くなっていく 雪玉に似ています最初はかすかな光から始まります信じようとする望みを持つだけかもしれませんそれから徐々に光は光に結びつき光を受け神のうちにいつもいるものはさらに光を受けますそしてその光はますます輝きを増してついには真昼となり定められた時に私たちは 父のの完全を受けるのです地上での限りある力を超えて理解の目が開かれ日の境の情報源から光と知識を受けることができるこれは何と栄えあることで,かでしょうか。神権を持つ者として私たちは個人の啓示を求め聖なる御霊の確かな証しによって自分で真理を知る方法を学び特権学ぶ特権と機会が与えられているのです。 霊感の光を熱心に求めましょう私たちの特定の状況や問題神経の義務について聖なる御霊の神聖な導きを受けそれに気づくことができるように私たちの思いと心に信仰の火種を授けてくださるように主に嘆願しましょう第3に。 真剣の務めに喜びを生み出すパイロットとしての経歴の中で私は他のパイロットの技能の審査と訓練をする担当をする機会がありました仕事の一つは経験豊かなパイロットの訓練と試験を行い巨大なジェット機を安全に効率よく掃除するのに必要な知識と技術があることを確認することでした。 パイロットの中には、流れにわたって仕事で空を飛んでいても、大空へ登っていくときの感動、不愛想な大地の束縛を逃れ、陽気な銀色の翼に乗って、大空を舞うときの感動を少しも失っていない人がいました。彼らは激しく流れる空気の音、力強く唸るエンジンの音、風と一つになり、前方に広がる、暗い、 空と星たちと一つになる感覚をこよなく愛していましたその熱意は周囲の人も熱くするほどでしたただ機械的に働いているだけのように思われる人も何人かいました彼らはジェット機の装置や操縦方法は習得していましたがひばりやワシさえも飛んだことのない大空を飛ぶ喜びをいつの間にか失ってしまっていました 海や大陸を渡っていくうちに輝く日ので神の創造物の美しさに畏敬の念を抱くことがなくなってしまっていました所定の要件を満たしていれば私は資格を認めましたが同時に気の毒にも思いました皆さんも自分は親権者としてただ機械的に働いていないだろうかと自問してみると良いでしょう 期待されていることを行っていても得るはずの喜びを得て,ない得ていないということはないでしょうか真権を持つ私たちはアンモンが次のように言い表した同じ喜びを感じる機会がたくさんあります大いに喜んでよいのではないだろうか私たちは神の御手に使われるものとなってこの大いなる驚くべき技を行ってきただから私たちは誇って喜ぼう誠に主を誇って喜ぼう 誠に私たちの喜びは満ちているので、喜びを味わおう。兄弟の皆さん、私たちの宗教は喜びに満ちたものであり、神の真剣を持つ私たちは、この上なく祝福されています。支援にはこう書かれています。祭りの日の喜びの声を知る民は幸いです。主よ、彼らは御顔の光の中を歩みます。求めさえすれば、そのような大きな喜びを味わうことができるのです。 私たちは神剣の務めを日常的に果たすことによって得られる喜びを味わっていないことが多すぎます割り当てが時に重荷のように感じられることがあります疲れ不安,平安不平という3つの否定的なものに埋もれて生活することのないようにしましょうこの世の障害物に妨げられるままに特に家庭の中で 忠実に神経の務めを果たすことで得られる豊かな喜びを得ていない時私たちは自分の特権を生かさずに生活しています神が神経を持つ忠実な島民に豊かに与えてくださる幸福平安喜びというご馳走に扱かっていない時私たちは自分の特権を生かさずに生活を送っています 若い男性の皆さんもし教会に早く来て生産の準備を手伝うことを祝福よりも苦痛のように感じるとしたら辛い1週間を過ごしたかもしれないワードの会員にとってこの神聖な儀式がどのような意味を持つか考えるように進めます。<music> 兄弟の皆さんもしホームティーチングの取り組みが効果的でないように思えるなら死のしもめの訪問は隠れた問題を抱えている家族にとってどれほど有益であるかを信仰の目で見るように進めます。真剣者として自分の方子の神聖な可能性を理解するなら神の御霊によって皆さんの心と思いは満たされ皆さんの目と顔は 輝くでしょう神剣を持つ者として主は私たちに託してくださっているものそれがもたらす教嘆と畏敬の念に決して鈍感にならないようにしましょうどうか私たちが聖なる神剣の教義を学ぶように熱心に努め御霊の啓示を受けることによって教えに教えと少しずつ証しを強め 日々の真剣の務めに真の喜びを生み出すことができますようにこれらのことを行うとき真剣者として自分の可能性を発,見発揮し特権を生かして生活し始め私たちを強くしてくださる方によって何事でもすることができるようになるでしょうこのことを主の首都として明かし私と祝福を皆さんに残します。 これらことをイエス・キリストの聖なる皆により。アーメン